ご視聴ありがとうございます。今回は江戸城の鬼門を守り、太田道館とゆかりを持つ2つの社、千代田区神田須田町に鎮座する柳森神社と、千代田区神田駿河台に鎮座する太田姫稲荷神社を紹介します。はじめに、柳森神社は戦国時代となる室町時代に太田道館が江戸城の鬼門除けとしてたくさんの柳をこの地に植えて京都の伏見稲荷を勧請したことに由来する神社で、新橋の烏森神社、日本橋の杉の森神社とともに江戸三森や江戸三神と呼ばれて信仰された神社の一つで、江戸開拓の祖太田道館が定めた社名に森の字が入る三社を言い、三社とも徳川家が江戸城に入る以前に祀られた貴重な神社です。太田道館は室町時代後期に関東地方で活躍した武将で、武蔵守護代扇ヶ谷津上杉家の家祭であり、摂津の源氏の流れを汲む太田道真の子で、家祭職を継いで28年にも及ぶ京徳の乱で活躍します。古学坊側と戦うために早急に防御拠点を築かねばならず、長禄元年西暦1457年に武蔵の国入間郡に川越城、埼玉郡に岩槻城を築き、さらに古学坊側の有力武将である房総の千葉氏を抑えるため、両勢力の境界である当時の利根川の下流域に城を築く必要があり、道館は江戸氏の領地であった武蔵の国豊島郡に江戸城を築城し、武将としても学者としても一流と言われました。江戸城が完成して品川から巨漢を移し江戸城城主となった道館は、江戸城の守護として比叡神社をはじめ佃戸神社や平川天満宮など今に残る多くの神社を江戸城周辺に勧請造営し、兵士の鍛錬に勤しみ、城内に弓道場を設けて士卒に日々稽古をさせて、怠ける者からは罰金を取り、それを兵たちへの茶代に充てたと言われています。柳森神社のご祭神は位の玉の狼で、稲荷神鵜飼御霊の別名です。稲の精霊が神格化されたもので、五穀食物を司ります。位の玉の表記は日本書紀でのもので、イザナギイザナミの子とされ、古事記ではスサノオとカムオイチヒメの子とされています。柳森神社で有名なのがおたぬさんの呼び名で親しまれている福寿神で、福寿神氏は五代将軍徳川綱吉の御聖母慶勝院により江戸城内に福寿稲荷として創建され、慶勝院は八百屋の娘でしたが、春日の局に見込まれて三代将軍徳川家光の側室となり、五代将軍綱吉を生んだことで、他を抜いて玉の輿に乗った慶勝院の幸運にあやかりたいと、大奥の女中衆が他を抜いた狸お狸様を崇拝したと言われています。玉の輿という言葉は慶勝院の元の名前がお玉であったことが由来と言われ、福寿神氏は狸を祀っています。他を抜いての頃から出世や勝負運のご利益、また玉の輿はもちろん懐妊の狸像がご本尊なので安産のご利益もある有名パワースポットとして知られています。
太田姫稲荷神社は社伝によると、室町時代中期に太田道館の娘が天然痘にかかって生死の境をさまよい、京都の芋洗稲荷神社が小野高村にまつわる縁起により天然痘に霊源があると聞き、芋洗稲荷神社に娘の回復を祈願したところ、天然痘が治癒したことから、道館は長禄元年西暦1457年に芋洗稲荷神社を勧請して旧江戸城内に稲荷神社を築いたとされ、後に江戸城内の鬼門に祀られました。徳川家康の江戸入府後、慶長11年西暦1606年の江戸城改築により、城外鬼門にあたる神田川のほとり、神田駿河台の聖橋南詰に遷座し、明治5年には太田道館の娘にゆかりがあることから社名を太田姫稲荷神社と改めます。大正12年の関東大震災では社殿が焼失して湯島天神に避難しますが、昭和3年に再建され、昭和6年にはお茶の水駅の総武線拡張により現在地に遷座しました。淡路坂上の旧社地お茶の水駅臨時改札口脇に残されたムクノキには元宮を示す木札と紙札が貼られています。太田道館や徳川家康は江戸城を中心として風水陰陽五行により四方結界を張りました。家康は北に寛永寺、鬼門に神田明神、南に増上寺、裏鬼門に比叡神社を建立しています。また江戸三大祭りの三社祭りと三能祭りは江戸城の鬼門と裏鬼門を清める意味があると言われています。そして鬼門とともに重要な方位が北で、江戸の真北に日光東照宮を建立し、家康自らが関東の守り神として江戸を守護してきました。風水の基本陰陽五行説では鬼門となる方角が北東になります。北東は十二支で牛と虎の方角となり、反対側の南西の方角にある裏鬼門によって力を封じる必要がありました。この意味を密かに伝えるのが桃太郎の昔話で、五行で裏鬼門は金光となり、季節は秋で桃が象徴とされ、桃太郎は裏鬼門から時計回りに十二支の猿、鳥、犬をお供につけて、牛の角を持ち虎のパンツを履いた鬼を退治しに向かいます。
fire.